いやすごいな、すごいところから。で開幕からアレクとチュンリーというなかなか無慈悲な組み合わせでございますが。大変ですが。はい。そうですね。上松アレクバーサス、ラオチュンリー。これじゃあラオさんですか。ラオさん。はい。さあ上松さんちょいちょいゲームはやりつつですがニュートに来てくれるのはまあ遠いのもあって久々でしょうか。うん、あ、まい。でもラオウさんね結構のこのキャラさとかを押し付けるのめちゃくちゃうまいプレイヤーだと思う。ああわかりますわかります。もちろんね強いところをねあのちゃんと押し付けあの強みをしっかり生かしていくのが得意ですから。わあ。なんじゃそりゃ。パチコパワーオ。本当？若干なんか詐欺の匂いを感じましたが大丈夫ですかね。まあ通りは正義です。まあ、通りは正義です、ね。はいはいはい。さあワオで削り切ってまずは1ラウンド先取。さあアレックが先制はかなりでかいが投げる。わあそうっすね。ちょっと起き上がりがね。こういう風にな誰かいろんなキャラが投げた後前してなんちゃらがかなりみんなしにくいのでね。大体投げ暴れで拒否になっちゃいます。あ、ファイブスタイルね。あ、ファイブスタイルどうも。会話から草生やしてくるけどこいつ。さすがのファイブスターも今月はお休み。さあ今日はどうなるか。まあ海外チームも今日いっぱいいますんで楽しんでもらえれば。ジェイアシホヨクセセーブです。ちょっと今日はね、あのいろんな観点からあのあーこんなこと言ってたら膝レイド声を出さずにはいられないプレーが。いやもうねあのダメ結局ねあの画面が悪い。画面は熱い試合されたらね、こんなもん声の制御なんかできませんからね。もうそれも感情の話ですからね。です、です、やむなし。さあ、非常に際どい場面だが、いや、こういうコメントで削りもないが、うわー、EXL も差し込む形になりましたね。